吹田市では2018年の大阪府北部地震で災害対策本部の設置の遅れや部署間の情報共有などで問題が浮き彫りになったということですその後災害対策に力を入れていて今年1月に起きた能登半島地震でも現地に職員を派遣するなど人材の育成を進めていますが大きな課題があるといいます どうしても数年で人事異動というようなこともあって、専門的な知識や経験、こういったところの蓄積や継承が難しいというような状況になっています。そこで吹田市は、継続して災害対応を担う人材を確保しようと、全国の市町村で初めてとなる防災専門職の採用を始めることにしました。 上町断層帯地震であったり、南海トラフ巨大地震、これに備えて、長期的な視点を持ちまして、住民の方との連携であったりとか、災害対応のプロフェッショナル、この人材を育成をしていきたいと吹田市は昨日防災を学ぶ大学生に関心を持ってもらおうと、説明会を行いました。 職員さんがあの派遣先、その被災地でどういうことをするのかっていうのを具体的に聞きたかったので、それを聞けて、とてもよかったですそういうコースが他の自治体にはないので、吹田市、挑戦してみたいなと思いました吹田市は今年度、新卒予定の大学生などを対象に、数人を採用したいとしています。